インス,タグラムストーリーでさらに楽しむ神宮寺雄太と岩優太の最新情報を見逃すな毎週金曜日の夜私たちの家では一つの大イベントが行われるそれは神宮寺雄太岩優太,元優太そして平野翔が出演する歌番組を見ることだこの時間は家族全員がテレビの前に集まりそれぞれの出演者がどのようにファンを楽しませるのかを期待しながら待つ瞬間だ 神宮寺は写真で、士は動画で、そして平野はあえて見せずにファンをドキドキさせる。この三者三様のアプローチが、ファンを引き込む力となっている。これが私たちの金曜日の夜の楽しみだ。歌番組の放送前には、神宮寺と士のインスタグラムストーリーが更新される。これがまた楽しみの一つだ。神宮寺の写真には、彼のカリスマ性と美しさが詰まっており、 ファンの期待感を高める。そして、騎士の動画は、彼の明るい性格とエネルギーを感じさせるもので、これもまたファンを楽しませる。これらのストーリーは、まるで彼らが私たちの家に直接メッセージを送ってくれているかのような親近感を与えてくれる。ある日、私は仕事が終わった後、スマホをチェックすると、騎士からのストーリー通知が来ていた。その内容は、 彼がスリーガラス越しに映っている動画だった。彼の楽しそうな表情に私は思わず笑顔になった。次に神宮寺からのストーリーが更新されていた。彼の写真はまるで映画のワンシーンのようでその美しさに私は息をのんだ。二人のストーリーを見ているとまるで彼らが私たちの日常に特別な瞬間を与えてくれているように感じる。放送当日の夜、 家族全員がリビングに集まり、テレビの前でスタンバイしていた。私はリモコンを手に取り、歌番組のチャンネルに合わせた。神宮寺、騎士、そして平野が登場すると、家族全員が歓声を上げた。彼らのパフォーマンスは、毎回私たちを驚かせ、感動させてくれる。その日は特に、神宮寺のウェットヘアスタイルが話題となった。彼のセクシーな魅力に、 家族全員が目を奪われた。番組が終わると再びインスタグラムをチェックする今度は平野からのメッセージが届いていた彼は次のプロジェクトについての情報を共有してくれたファンに対する彼の思いやりと熱意が伝わる内容で私は彼の新しい挑戦に胸を躍らせたこのように彼らの SNS の更新は私たちファンにとって非常に特別な瞬間だ 彼らがどんなに忙しくても私たちとのコミュニケーションを大切にしてくれることに感謝している。週末が近づくと再び彼らの出演する番組が楽しみになる。金曜日の夜は彼らのパフォーマンスを見ることが私たち家族の習慣となっている。神宮寺、騎士、そして平野の三人が織りなすステージは毎回新しい驚きと感動を与えてくれる。 彼らの努力と情熱が伝わるパフォーマンスは、私たちにとって最高のエンターテイメントだ。彼らの活動を追いかけることで、私たちは日常のストレスや疲れを忘れることができる。彼らのエネルギーと情熱は、私たちにとって大きなインスピレーションだ。彼らがどんな困難に直面しても、それを乗り越えて素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる姿勢に、私は毎回感動している。そして、 次の週もまた、金曜日の夜を楽しみに待つ。家族全員がリビングに集まり、テレビの前でスタンバイする。そして、神宮寺、騎士、平野の三人が登場する瞬間を心待ちにする。この時間は、私たちにとって特別なひと時だ。彼らのパフォーマンスを通じて、私たちは一つの家族としての絆を深めることができる。そして、 彼らが私たちに与えてくれるエネルギーと感動に感謝しながら、次の週もまた彼らのパフォーマンスを楽しみにするのである。ある週の金曜日、私は特に楽しみにしていた。その日は、特別なバージョンのパフォーマンスが予定されていたからだ。番組の開始時間が近づくと、神宮寺からのストーリーが更新された。彼は、特別な準備をしていることを示唆する写真を投稿していた。 その写真を見るだけで、私はすでにワクワクしていた。次に、騎士からのストーリーが更新され、彼は、今日は特別な日だ、というメッセージを送ってくれた。このような瞬間が、私たちファンにとってどれだけ大切なものかを感じさせてくれる。番組が始まると、彼らのパフォーマンスが始まった。その日は、特別な演出が施されており、私たち家族全員が息を飲んだ。 神宮寺の力強い歌声、騎士のエネルギッシュなダンス、そして平野の魅惑的なパフォーマンス。彼らの一体感とプロフェッショナリズムが私たちに深い感動を与えてくれた。その夜、番組が終わると私たちは再び彼らの SNS をチェックした。神宮寺からのメッセージには彼のパフォーマンスに対する感謝の気持ちが綴られていた。そして、騎士からもメッセージが届き、 彼はファンに向けて次回も楽しみにしていてくださいと呼びかけていた。平野もまた自身の新しいプロジェクトについての情報を共有してくれた。このように彼らの SNS の更新は私たちにとって非常に特別な瞬間だ。週末が終わると次の金曜日を楽しみに待つ。また彼らのパフォーマンスを見て彼らの SNS の更新をチェックする。そして 家族全員が一つになって彼らのパフォーマンスを楽しむ。これが私たちの家族の習慣となっている。彼らのパフォーマンスを見ることで、私たちは一週間の疲れを癒し、新たなエネルギーを得ることができる。そして、彼らが私たちに与えてくれる感動と喜びに感謝しながら、次の週もまた彼らのパフォーマンスを楽しみにするのである。このように、神宮寺優太、岩優太、 そして平野章の三人の存在は、私たちの生活に大きな影響を与えている。彼らのパフォーマンスを見ることで、私たちは日常のストレスや疲れを忘れ、彼らから新たなエネルギーとインスピレーションを得ることができる。彼らがどんな困難に直面しても、それを乗り越えて素晴らしいパフォーマンスを見せてくれる姿勢に、私は毎回感動している。そして、彼らの活動を追いかけることで、 私たちは彼らと一緒に成長し、彼らの成功を応援し続けることができるのである。私たちの家族にとって、彼らの存在は特別なものだ。彼らのパフォーマンスを見ることで、私たちは一つの家族としての絆を深めることができる。そして、彼らが私たちに与えてくれるエネルギーと感動に感謝しながら、次の週もまた彼らのパフォーマンスを楽しみにするのである。彼らの存在が、 私たちの生活に,彩りを与え私たちにとって最高のエンターテインメントとなっている。彼らの存在が私たちの生活にどれほどの喜びをもたらしているのかを考えると、ただ感謝の気持ちでいっぱいになる。毎週金曜日の夜が待ち遠しくなるのは、彼らのパフォーマンスがどれだけ特別であるかを知っているからだ。私たちは家族全員で彼らのパフォーマンスを楽しみ、 その後に続く SNS の更新を心待ちにする。この一連の流れが私たちの週末を特別なものにしている。ある時、神宮寺が彼のストーリーで特別な告知をした。彼は新しいプロジェクトについて話し、それがどれだけ彼にとって重要であるかを語っていた。彼の情熱と決意が伝わるそのメッセージに、私は深い感銘を受けた。彼がどれだけ努力しているかを知り、 それが私たちファンにどれだけ大きな影響を与えているのかを再認識した。騎士もまた、彼のストーリーでファンに感謝の気持ちを伝え、新しい挑戦について話していた。彼のエネルギーとポジティブな姿勢が、私たちにとって大きな励ましとなっている。平野のストーリーでは、彼が新しいダンスの練習をしている様子が映されていた。その動画を見ていると、彼の努力と献身が伝わってきた。 彼の一つ一つの動きには、彼の情熱とプロフェッショナリズムが詰まっており、それが私たちに大きなインスピレーションを与えてくれる。彼ら三人の異なる魅力が、一つのステージで融合する瞬間は、私たちにとってかけがえのない体験だ。